Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge。 皆さんこんにちは、新年もどうぞよろしくお願いいたします。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちら TMNT シュレッダーの復讐でございます。まずは値段とジャンルから、ベルトスクロールアクションゲームとなっており、値段は2599円となっております。セール時には少し安くなると思いますので、気になる方はウィッシュリストに入れておきましょう。さて、このゲームを詳しく紹介する前に少しだけミュータントタートルズのことに触れておきます。ティーネージミュータント忍者タートルズが正式名称で、その頭文字を取って TMNT と訳されます。元は新聞用紙に白黒で印刷された1回限りの同人誌で、3000部のみ印刷されたパロディ企画だったみたいですね。元ネタとなったのが、X-Men シリーズのニューミュータントという映画。それと、ニューヨーク市地下組織を支配するために、決闘を行っている忍者集団が登場するデアデビル。日本では皆さんが見ていたであろう1993年から、ミュータントタートルズのタイトルでテレビ東京で放送していました。そしてこの声だけはみんな覚えてるんではなかろうか。お好み焼きにしてやるのは、すでにビーバップとロックステディが虫どもを町に送り込んでいるはずだ。そんな通りよ、天才的な発明でちよ。このちっぽけな虫を何百万も放せば、町は一変で大混乱になるわけか。まず工場を乗っ取って機械をコントロールし、このスーパーナックルヘッドを作るのよ。この星をしっちゃかめっちゃかにかき混ぜてお好み焼きにしてやるわ。すでにビーバップとロックステディが虫どもを町に送り込んでいるはずだ。地上に出まっちゃ、こんな楽しいこと見逃したらすいよ。おほほ、楽しみ。今のはシュレッダーとクランゲの会話シーンなんだが、クランゲの声が独特すぎて今でも覚えてますね。とまあ、昔から人気のパロディアメコミアニメといった感じ。それをコナミさんからゲーム化したのがこちら。スーパーファミコンから出てました、TMNT タートルズインタイム。これがかなり面白くて、当時すっごいハマりまして、そして今回紹介するこのゲームはこれを完全踏襲となっております。6人までマルチプレイ対応していて、スイッチ、PS4、Steam で販売されており、PS5 は2023年1月26日販売。クロスプレイもでき、すべてのハードで協力プレイ可能となっております。DL 以外にもパッケージ版も販売されており、値段は高くなりますが豪華特典がついております。気になる方はチェックしてみてください。さてお待たせしました、ゲーム紹介です。簡単に言うと、いろいろコンボや技が増えた TMNT タートルズインタイムです。個人的には、リメイクや踏襲作品ではそこまで手を加えず、そのままプラスアルファがちょうど良いと思っています。最近では昔の作品をリメイクすることも多いんですが、新しい何かを加えてしまって別のゲームじゃんこれっていうのもの少なくありません。それが良い方に傾けばいいのですが、大体は打足気味になることも。ご安心ください。この TMNT ストーリーが違うぐらいであの頃遊んだゲームそのまんま。遊んで出た言葉がこういうのでいいんだよでした。普段はソロプレイで遊んでいるのですが、今回はマルチで遊んでみます。紫色した亀が私です。名前はドナテロ、この亀 IQ300 あってタートルズが使う武器や乗り物はこのドナテロが発明してます。コンボや技の出し方は、遊び方を見ると詳しく見れますので購入したら一度そちらを見ると良いでしょう。このわちゃわちゃ感が最大6人までマルチで遊べてしまう。え？ミュータントタートルズって4人じゃなかったっけ？今作品はこの2人も参戦して選択できます。ネズミの方はタートルズの師匠であり、女性の方はテレビのレポーターでもありタートルズの友人。難易度はそこそこやりごたえがある感じ、これで3000円以下で遊べちゃうんです。もうネカイ一択ですよ。キャラごとにレベルみたいなのがあって、倒した敵の数によってパワーアップします。UI のキャラの横の黄色い数字。これはアイテムを取る、敵を倒すと増えていき一定数いくと新しい必殺技を覚える、HP 上限が上がる、必殺技を出せる回数が増えたりします。これはキャラごとに変わるので、ちょっとしたやり込み要素といった感じ。他にやり込み要素としてチャレンジ項目があったり、アイテム収集があります。この辺はぜひご自身で集めてみてください。
道中落ちているピザを食べると HP 回復。ところでなぜピザが好きなのか調べたところよくわかりませんでした。ちなみにネズミの師匠はピザが嫌いで、お寿司好き、日本生まれですからね、あの師匠。あ、そうだ、タートルズの簡単なストーリーをお伝えしておくと、今回のサブタイトルにもついているシュレッダーってのが敵のリーダー的存在。それを支配下に置いてるのがクランゲっていう異星人。脳みそだこ、この脳みそだこが地球征服を目論んでるわけで。人を動物に変えてしまうミュータンジェンを開発したのが脳みそだこ。まあそれを阻止しようっていうのがミュータントタートルズ、あとは復讐も兼ねて。で忘れちゃいけないのが、このイノシシミュータントビーバップ、相棒もいてサイの姿をしたロックステディ。まあいい感じのやられ役、もともとは刑務所に収監されていたチンピラをシュレッダーが雇った。ミュータントになる前にエイプリル、女性のレポーターを襲ってそれをタートルズが助けたことがきっかけで出会います。このビーバップとロックステディの掛け合いと、無能さが当時見てて楽しかった記憶があります。そしてことあることに出る言葉カワバンガ。これにはちゃんと意味があるみたいで、サーファーの文化の言葉らしく、うまく波に乗れたやったぜという意味があるみたいですね。ということで1ステージクリア、マルチで進んでもよし、ソロで進んでもよし。セーブデータが5つしかなくて、初めからやると進行度が消えてしまいますので注意してください。ということでいかがだったでしょうか、懐かしいと思った方は同世代。そして今回も本当に面白い作品を出してくれて感激でございます。皆様マルチで出会った時はどうぞよろしくお願いします。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。もう一度言いますがこれは回です。それではまた。